じゃあ続き始めていきます。じゃあアイテム拾う、エージェントアイテム拾うってなんかあったっけ。すべて拾わせる、これを毎回ループの最後に、これでなんかいけそうな気するけどね。あ、そっち、いや、これでメイズってすると、一生深い冷めて。入ってた。拾う？拾わない。松明拾わないんや。拾えないんやね。あれはもう壊さないと拾えないのか。あ、そうなん。あ、どうしよう。拾ったりするゲームとか作れるかなって思ったけど、意外に作れない。壊すならできるか。壊して拾うんだったらできる。前に1ブロック移動する前に前を壊して拾うって感じ。エージェントに前を破壊させて、こういう感じかな。まあ、置いてる場所知ってるから、一旦プログラムをきれいに書くためにこうしようか。前を破壊させて、すべて拾わせる。これだと破壊、ガラスもなんか破壊しちゃいそうで、前が空いてたらブロックがあるか前を確認させる。あれはブロックなんじゃないよね。どうなるこれって。まあなんかそれなりには動いてるけど、ここ向いたの。なんか壊しそうとして歩いてるような気は。あ、曲がったとこにすぐ、あ、はいはいはい。なるほどね。これで全部回収して、これで全部回収できそうな気はせんでもない。OK。もう一回じゃあ、2G。もう今どっち見てる？これで前向きました。はい、じゃあ、メールを作ってください。うん。置いて、で、ここら辺にデッドストーン松明置いて、はい、物置きました。はい、で、こっちにもう一回呼び寄せた後に、目、水。いいですね。
はいはい、ゴール。これで、あ、そうそうそう。アイテム回収したかチェックしなかった。あ、回収してる回収してる、ちゃんと。なんか置かれてる、こんなとこに。はい、OK。ただこれ、今だと前を破壊するときに、その前のブロックが、ガラスかどうかの判定をしないと結構危ないよね、多分。ないこと確認してるから、まあいいけど。それを判定するプログラムを作ります？作れるかな？ブロックがあるか前を確認させるじゃなくて、どんなブロックか前を確認して、これかな？